ウィントン・ケリーはアメリカ合衆国のジャズピアニスト。ジャマイカ移民の息子でニューヨーク市ブルックリン生まれ。カナダのオンタリオ州トロントにて39歳で死去した。ケリーはティーンエージャーの時 R&B グループのメンバーとしてプロのキャリアを開始した。レイ・エブラムス、セシル・ペイン、ダイナ・ワシントン、ディジー・ガレスピーと働いた後、 1959年から1963年にはマイルス・デイビスのクインテットのメンバーとなった。彼はデイビスの1959年の影響力のあるアルバムカインド・オブ・ブルー収録の楽曲フレディ・フリーローダーにてビル・エヴァンスに代わり参加した。同様にジョン・コルト・レーンのジャイアント・ステップス収録の楽曲ネーマにはトミー・フラナガンに代わり参加している。 マイルス・デイビスはケリーをレッド・ガーランドとビル・エバンスのハイブリッドと評した。これは彼のかつてのバンドリーダーによるケリーについての非常に的確な説明で、ケリーはリズム感をベースにしつつ、エバンス風に抑制された表現で演奏を行った。大部分のジャズピアニストはウィントン・ケリーがこれまでで最もスイングするジャズピアニストであるとみなしている。 彼の八分音符の分析は、彼がスイングの幅を広く変化させていたことを明らかにしている。時には、伝統的なスイングする八分音符よりも、むしろよりストレートの八分音符に演奏する傾向があり、さらには、ビートのオントップで、初期のピアニストの習慣であった、レードバックをより少なく演奏した。ケリーはまた、 明確なスタッカートのタッチによる均等な八分音符のラインで演奏する傾向がある。この様式上の特徴は、よりモダンなサウンドのためにこのコンセプトを採用し、拡大したマッコイ・タイナー、チック・コリア、ハービー・ハンコックのようなピアニストの方法論を生んだ。素晴らしい伴奏者、ウィントン・ケリーは特徴的なソリストでもあった。彼はトリオで、ブルーノートのためにレコーディングし、 1951年から1952年の間に、ダイナ・ーシントン、ディジー・ガレスピー、レスター・ヤングと働いた。兵役後、ダイナー・ワシントン、チャールズ・ミンガス、ディジー・ガレスピービッグバンドと共に働いたが、マイルス・デイビスとの期間が最も有名であり、マイルスと、カインド・オブ・ブルー、ブラック・ホークのマイルス・デイビス、サム・デイ・マイ・プリンス、ウィルカムといったアルバムをレコーディングした。ケリーは、 自身のトリオを結成するために残りのリズムセクションと共にデイビスの元を去った。このトリオを後にウェスモンゴメリーとの共演で素晴らしい演奏を聴かせた。ケリーは転換の発作によって1971年4月12日にカナダのトロントにて亡くなった。創生する前にケリーはブルーノート、リバーサイド、BJ、バーブ、マイルストーンへ リーダーとしてレコーディングした。パートナーのアント・ケリーには、1963年に、娘・トレイシーが生まれた。LP、神・イン・ザ・バックドアの楽曲、リトル・トレイシーは、ケリーの娘の名をとって名付けられている。現在、トレイシー・マティサックと名乗る彼女は、フィラデルフィアテレビのパーソナリティを務めている。ケリーのまたいとこ。 ベーシストのマーカス・ミラーも1980年代と1990年代にマイルス・デイビスと演奏した。ピアニストのエリス・マルサリスはケリーに敬意を表し、自分の息子をウィントンと名付けた。その息子は後に活躍するトランペット奏者ウィントン・マルサリスである。ありがとうございます。